意外に気づきにくい点なんですけれども、雑草を取っていくときに、今この雑草が生えている部分のですね、ヘリの部分がこうなんか半島が突き出たような形になってますけれども、こういうふうにその鋭角的に突き出た場所を作るっていうのがですね、意外とこう雑草を取るときにこう楽なんですね。こういうふうに平行になってる場所、特にそのこういう例えばその雑草が密集してるようなところっていうのは、お互いの根がこう絡まってるわけですね。でこれに対してこういうふうにその土とこう土が露出してる部分と雑草が生えてる部分が、ちょっと今桑の葉を当ててみますけれども、こういうふうになってる部分というのは、こちらの方からこういうふうに桑を入れてきやすいわけです。でもうここの生えてる雑草っていうのは外側に根が露出しているので、ここは割と比較的すぐにこうやって刃を当てると比較的すぐにこう抜けていきやすいんですね。でこういうふうにその鋭角的な部分を作るとか、あとどうしてもそういう部分がなくてこうヘリがこう雑草が密集しているエリアがこういうふうに平行に続いていく場合っていうのは、この生えてる場所から鋭角的にこう少しこう桑の葉を持ってきてですね、雑草の根を切っていくようにすると、こう割と草が取りやすいというふうに言えます。